メリーランドの別荘地に大統領がいるという情報が入った。警備は厳重だが確保するぞ。今回は JTF との合同作戦だ。彼らがヘリポートを制圧し、ブラックタスクによる大統領の回収を止める。大統領を見つけて縛り上げろ。チャンスは一度きりだからな。しっかり準備をして臨め。アウトキャストのリーダーを追うのね。本当に大統領を追うのね。いつでも OK よ。エリスはスタッフオフィスの先のキャビンにいる。問題発生時、ブラックタスクはエリスを避難させるはずだ。その問題を起こすぞ。敵の通信を傍受しました。ユニット2、状況報告を。ユニット2、聞こえるか。ブラックタスクが橋に爆薬を仕掛けたんだ。向かい合いや。引き下がるわけにはいかない。下にある小さなダムに向かえ。JTF、ユニット1、リーダーだ。ブラックタスクの通信を傍受。国勢防衛線で大規模な敵集団と交戦中。敵の狙いはヘリポートだ。正面から迎え撃ってやれ。ゴーストライト、至急回収がいる。急行中だ。到着は20分後になる。了解、ユニット1、リーダー。健闘を祈る。交戦開始、交戦開始。コピー。射程内に入った。目標はどこだ。エアバーストを発射する。命中だ。
攻撃を受けてる。ユニット1リーダー、目標に着いたか。視界には入ってる。だが激しい抵抗を受けている。おい、ヘリポートの制圧はできそうなのか。今やってる。連中はバンカーを抜ける気だ。すぐ先に入り口がある。まだ追いつけるぞ。
回り込むしかない。尾根の周囲を南東に進め。こちら JTF ユニット1リーダー、動けない、死傷者多数。ヘリポートは制圧したのか。ダメだ、ここを突破できない。まずい、エリスを逃がしてたまるか。
帯機器を検知。バードン・シェーファーだな。評判は聞いているぞ。そういう無駄話に興味はない。俺はゴーストライト、現在地は近くだ。エリスにはまだ追いつけそうだぞ。ユニット1リーダー、エリスは確認できたか？ユニット1リーダー、応答しろ。そう。
解除。撃つぞ、捨てろ。タスクはこの手の作戦に強い。だが現場は制圧できた。後始末の隙を与えなかったから有用な情報が大量にあるはずだ。じっくり調べるとしよう。